元勇者レオデモンハート、魔王軍の採用面接を受けに来た。神聖魔王軍への入団を希望する。決まった、これは採用間違いなし。不採用に決まったらがボケ。なぜ我らの元へ来た。人に裏切られたか、世界を終わらせたいか、それとも。なぜ勇者のあなたが採用面接に応募してきたのか。この俺が真正面からの一騎打ちで敗れるなど、まあ久々なことであった。一人旅だったってことは、一緒の時間を過ごす相手の一人もいないんだろう。だったら私、薬草を積んでくる。俺はなぜ命を懸けてこんな世界を守ったんだろうか。俺はなぜ魔王軍と戦ったんだろうか。みんな笑顔で元気に楽しく。こんなクソガキ。旅に出ます。探さないでください。異次元の思考回路だなお前。軍の再編成って大変なんですよ本当に。投げろよ他のやつに。いや予想以上に大変だな、これ。侵略といえど、無駄な殺しは認める。なぜかはわからない。その時、もう俺を受け入れてくれるのは魔王軍以外にない。そう思ったんだ。世界が俺を殺そうというのなら、俺が世界を殺してやる。